今日私の友達がよかった。ない？どういうやつだったっけ？なんか箱に入ってるやつだよね。待ってないんだけど。本当よかった。あった？ありました。ねえ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 。これさっき売り切れてたところの。あ、売り切れてたのか。ああ、なるほど。ね、さっきのとこなかったんだよね。そう、なくて、あれ、もう一個のとこ来たらあった。よかった、よかった。これでなかったらどうしようかと思ったでもここに売ってるってもう覚えたからよかったね。ね、ここに持ってる、うん、すごいね。うん、ドレッシングのカップだって。かわいい。すごいお弁当グッズいっぱい。ケチャップもあるよ。うみちゃんも今度ね、お弁当あんまりないけどね、お弁当箱も可愛いのがいいね。なんだ？ん？これの方が使いやすそう。調味料入れ。うみ、今度お弁当箱もかさ、可愛いのにしたいね。お弁当対決したいの？はい、第3回。え、2回やったっけ？2回やった。しーちゃん最高。しーちゃん。しーちゃん2敗してるんだけど。じゃあ春休みに第3回お弁当対決やろうかな。また負けるよ、私。リミ器用だからね、こういうの大好きだもんね、リミはね。かわいい。じゃあ今度さ、お弁当箱も自分で選んでとかにする？あ、いいね、いいよいいよ。超大きいのにしよう。え、かわいい。かわいいね。和モダンシリーズだって。かわいい。かわいい。お弁当箱もね、かわいいけどね。うち給食だからね。そうなんですよ。お弁当使わないんですよ、うん。使わないもんね。でもかわいいね。ね、こういうの見ると欲しくなるよね。かわいい。和モダンっていいね、和モダン。ね、かわいいね。シュープ。シュープ。こういうの使ってる子もいるでしょ。え、冷めない、冷めないやつ。そうやって使ってる人いるよ。そうだね、男の子とかも大人のサイズでも全然だもんね。3段で味噌汁。そうだよね。持ってきてる人いる？いるよ。そうだよね。3年生でいるのやばくない？3 年生でも食べる男の子はもうすごいよね、きっとね。そっか、うん、3年生でそんな子いなかったんだ。いちごミルクだった。でね、これを買いましょう。買いましょう。これでいい？うん。これ何個？四つ？団子三兄弟。ん？ちょっと。団子三兄弟。おいおいな。
ずしに来ました。はい、いやお昼じゃないんですけど、はい、あのイオンにね、イオンに行ったじゃんさっき、はい、でねそこでねお茶しようとしたんだけど、なんかこれっていうのがなくて、で近くにあったねくら寿司、ね、おやつにくら寿司って何事って思われるかもしれないけど、でもありでしょ。そうしーちゃんがねありだよって。確かにね今のね回転寿司っていっぱいデザート豊富だし、別にデザートだけ食べに来る人もいますからね。はい、ありだよ。ということで初めて、はい、我が家はおやつで、はい、くら寿司に来ました。初めて来ました。りみちゃん行ける？じゃあ、はい、来た。カフェじゃなかった。おやつに入ったのに結局お寿司も食べるというね。これですね。これです。これこの前買ったやつ、残念ながらピンクしかありませんでした。もう一冊欲しかったんだよね。そう、うん、黒がなくて。そうだよね、残念。買いに行きましょう。また来ましょう。今日は諦めましょう。そうですね、はい、はい、うん。これよくない？これなんかこれね、うん、これね、パスワード管理帳って言って、様々なサイトのね、うん、ID とかね、パスワードとかね、記録できるんだって。パパに買ってあげたいの。パパに買ってあげたい。パパすぐ忘れちゃうパスワード。そうなの、ほんとに。こういうのあんだね。確かに秘密の質問。でもさ、これさ、手書きで書くでしょ。書くの。だからそれが多分めんどくさくてやらなそう。パパ確かにすぐさ、パソコンにさ保存しちゃうからね。保存するんだけど、あれ、うん、あれどこだっけ、どこに保存したっけっていうのを忘れるんだよね。それで分かんないとなっちゃう。入るのかな。確かに。あれ？ニコちゃんいっぱいあるね。かわいい。見て。100円で電動ネイルギアだって。すごい。爪。こんなの売ってんの100均に。すごいね。すごくないかな。何これ。かけるよ爪に。おお、すごい。パラパラするの遅いじゃん。春休みに使えそうだね。すごい、すごい。すごいよ。何やってんの？違う。違う。はい、もう帰りますよ。できた。